こんにちは、東博之です。僕は最近こういう観光客の哲学という本を出しまして、まだ日本語でしか出版されていなくて、英語にもロシア語にもなっていませんが、この本の話をしようと思います。僕が今日話そうと思うコンセプトは観光ツーリズムです。ツーリズム、観光について哲学者が語るということはとても変なことのように見えるかもしれませんけれども、その感覚こそが僕の本の出発点です。僕は観光ということがなぜ哲学で今語られていないのか、そこを出発点にして、逆に哲学が今何を語れなくなっているのか、哲学の限界というものを明らかにしようとしています。僕の本はさまざまな議論をしていて、カール・シュミットの議論、ドストエフスキーの議論、またハンナ・アーレントの議論、さまざまな議論をしていますが、そこで言っていることを簡単に一言で要約すると、僕は今に政治で新しい政治哲学を作るために必要なのは友と敵の境界を越えることだと思っています。今世界ではさまざまな問題が起きていて、例えばトランプの問題、もしくはブレグジットの問題、いろんな現状が起きていますが、そこで起きているのはもう一度友と敵の、つまり自分の共同体の内側と外側の境界をもう一度決めるということです。で、その決めるということけれども、これは今たまたま起きていることではなくて、政治哲学がずっとやってきたことだというのが僕の主張です。それは例えばカール・シュミットは、これは1930年代にナチのドイツで活躍した哲学者ですが、彼は政治的なものの概念というのは友と敵、友人と敵を分けることだというふうに考えました。で、そして全く別に、それこそカール・シュミットと全くイデオロギー的に別の人間だと思われているハンナ・アーレント、これは女性の亡命ユダヤ人のアメリカの政治哲学者ですが、その彼女は全く本当はカール・シュミットと別のイデオロギー、それこそ片っぽが加害者で片っぽが被害者で、全く別の対極の立場にあるはずなんですが、彼女もまた人間というものは何か、人間の条件という有名な本の中で、人間の定義とは何かといった時に、彼女はやっぱり政治、あるポリスの中に入っている人、政治をやる人間こそが人間なんだっていうふうに彼女は定義するんですね。で、実はこのシュミットの定義、アーレントの定義というのは同じ共通点を持っています。それは一言で言うと、人間と人間ではないものを分けるということです。友と敵の境界を作るということですね。で、その友と敵の境界を作るということを超える思想というのは僕たちは今生み出さなければいけません。で、そのためのヒントとなるのが実は観光ではないかというのが僕の考えです。観光というのはある共同体にいながら共同体の外に行き、また共同体の中に帰ってくることです。共同体の内側にいるのでもなければ外側にいるのでもない、その曖昧なところにある領域、そこに生きるのが観光客であり、で、そういう曖昧な存在というものを考えることができなかったのが今までの政治哲学の問題なのではないか、そしてその限界を超えることが今の世界を考える上で重要なことなのではないかというのが僕の思想ということになります。というのが僕の考える観光というものの新しい概念です。以上です。ありがとうございます。 Thank you.